お疲れ様です。今日も山本太郎さんの動画どんどん更新していこうと思いますけども、山本太郎さんね、やっぱりこう人前に立って、まあ、いろんな主張をされてるじゃないですか。それがどう考えても私利私欲じゃなくって、あの国民の一人一人のことを考えて、どんなに声の小さい人でも、どんなに少数派であろうとも、それを拾い上げてね、まだここにこんな困った人がいるよとか、まだここに矛盾に苦しんでる人がいるよってのを私たちに知らせてくれている。どんなに少数であろうともその声を取り上げて多数派に問題提起してくださるのは、私は本当に評価できるところだなと思いますね。まあ私が評価するなんて偉そうなことを言いますけども。でそんな山本太郎さんでもね、いろんな批判を浴びるわけですよ。当然こんな批判を浴びることなんてのは芸能界やってた時から覚悟の上だったでしょうね。芸能界で脚光を浴びれば、例えば南の帝王の公平役とかやるわけじゃないですか。そしたらそれまで弟分だった役者には降りてもらうことになりますよね。で公平も降りて、次の役者さんが来た時には当然いろいろと役者同士のね、ヒエラルキーっていうんですか、上下関係とか生まれてくるような感じがして、ちょっとわだかりもあったと思うんですよ。それから山本太郎さんが役者をこうやってね、南の帝王の役を降りた時には、多分ファンサイトの書き込みとかにも、山本太郎はなんかね、竹内力の激に触れてクビになったんだみたいなね、あることないこと書き込まれたりとかしたと思うんですよね。まあそういうのにもちゃんと負けずに芸能活動を連れてこられたのは、一人に仕事だったからでしょうね。まあ収入も入りますし、事務所の関係もあると。でも今は完全に自分が頭になって自由になってやれる時に、お金もなくなるし、時間もなくなるし、ヘトヘトになるし、バッシングもヤジも受けるしみたいな、そんな茨の道をね突き進んでも、なんでやろうとしてるのか、それはやっぱり心の中から浮き出る理念とか信念とかでしょうね。人っていうのはやっぱり損得に左右される本当に非常に弱い生き物ですけども、時にはね、何かに突き動かされて損得抜きに怪我をしながらでも向かっていきたいっていうふうなね、負けたくないっていうふうな、そんな気持ちってあるんでしょうね。そういうところがやっぱりこう美しいなと思いますし、力強いなと思いますし、くじけそうな私たちにもね、すごく勇気をくれると思うんですよ。だってね、会社に就職してわずか月給14万とか15万っていう、まあ言ってみればしょぼい給料の会社ですら心を病んでしまう人がいるんですよ。それこそね、もう年収2000万3000万みたいな大仕事をやっていて心を病むんだったら分かりますよ。でもやっぱり人ってのは弱いんですよ。収入の多い少ないにかかわらず、心を病んでしまったりとかね、上司や部下のバッシングに耐えられなかったり、それが正当な叱りとか成長を期待するようなしつけであってもへこんでしまうんですよ。それ考えると山本太郎さんってどう転んでも失うことしかないものに対して、しかもバッシングまで受けてね、でもペースを落とすことなく、さらに次さらに次ってやっていくわけじゃないですか。まさに YouTube をやっていてコメント欄がむちゃくちゃね、アンチコメントに溢れたりとか、私なんてお前の顔が嫌いだとか言われてね、もう非常に悲しい思いがしますけども、悲しい思いがするたんびにもっと動画を作ってやろう、もっと動画を作ってやろうと思うわけですよ。でアンチコメントを書いたやつもどうせ私の動画の作るペースについてこれないから、で結局去っていくんですよね。そう考えていくと、いくらでも私の動画を見たいっていう風な善良な人が残っていって、ちょっとからかったら気が済んだ、どっか行こうっていう人はだんだんいなくなるんで、いちいち取り合う必要はないかなっていう風なメンタルはつきましたよね。まあでもね、山本太郎さんは安室奈美恵さんとの関係とかを未だに突っ込まれてね、それをまるで事実かのように、なんで訴えないんだとか言ったりとかね、されますけども、いや訴えたいと思う人が訴えればいいんじゃないですかと、私はそんな暇ないんですよ、すいませんみたいなねこと言ってて、まあ確かにその通りだよねとかね、一番それが問題だと思う人が行動を起こせばよくって、山本太郎さんは自分個人的な名誉がどうなるとかあんまり関係ないんですよね。自分の名誉をかなぐり捨ててでも、この国民一人一人を救っていきたい、力のない者の役に立ちたいっていう思いなんでしょうね。素晴らしいと思いますよ。で反社との関わりを疑われたりもしますけども、いやもう反社の関わりなんてね、疑えばキリがないですからね。でこの山本太郎さんのその会場の中にね、反社の人が一人でも偶然紛れ込んでいたら反社との関わりと言えなくもないですもんね。それから原発問題もやっぱりいろんな見方がありますよ。そして原発の問題では当時ね、いろんなことを感じたり言ったりしたと思いますけども、そうやって関心を持てば持つほど途中で考えが変わったりとか、いろんなことが気づいたりするわけなんですよ。でも山本太郎さんってのはそういうふうに素直に考え方を改めたことですら怒られるわけですよね。まあ当然私たちも考えを改めたら、なんでそんなにコロコロ考え変えるんだって言われますけども、いや考えを変えて、こっちが正しいと思った方向に素直にすぐに切り替えた方がいいに決まってるじゃないですか。でも多くの人ってのは、あれ自分は勘違いしたかなと思っても、意見を変えることに対して怒られるのをね、恐れてですね、なんかその意見を変えてないふりをするんですよ。
で、世の中が忘れることを待ってるみたいなね。まあその世の中も本当にちっちゃい世間なんでしょうけどね。だからそういうふうに山本太郎さんは自分の考えや行動を改めたことまで怒られるんじゃないかなとか、過去にねメロリン級やったりとかね、それから芸能人やってたことまで引き合いに出されて政治活動の足を引っ張ってくるやつが出てくるんだろうなとも思いながらもされてるのはすごいなと思います。時には山本太郎さんは素直に謝ることがあると思いますけども、でもね、謝ったら済む問題じゃないだろうっていうふうな言葉も用意されてるんですよね。じゃあ一体何なんやみたいなね、政治家としてどんな責任を取るんだって追及された時に、いやそれは一体具体的にどういうことなんですかってね、これ立花隆さんも聞いてますけども、具体的に何をすることなの、党首としての責任はないんですかとか言ってからね、じゃあどういう責任があってどうすればあなたの気が済むんですかと、それはあなたの個人的な気も済むのか、それとも世の中の全ての人が納得するような回答があるのか、ぜひ教えてほしいなって私も思いますよね。それからなんかやらせ疑惑ってのもあったんですよ。ある会場で手を挙げた人が当てられて、その山本太郎さんにね質問した人がいたわけです。そしたら、じゃあそのスライド出しますねってスライドがパッパッパッと出てきたら、なんかこれってやらせっぽくないですかって言ったら、いややらせだったらあなたに当たってませんよみたいなね、あそうかみたいなね、面白いことがあったりとかしたりね。あとそうそう、吉谷さんも言われてましたけども、ある学生さんがね、山本さんは話が上手いからついつい納得させられそうになりますみたいな、こんな言い方だったんですよね。でもそもそも話が上手すぎることって責められることなんですかね。話が上手くないと街頭演説なんてできないじゃないですか。だったら話が下手で誰のことも納得させられないような人の方が信用できるんですかって話になっちゃいますよね。つまりずっとね話を聞いていくと、その質問者とか意地悪を言ってくる人の方がボロが出るんですよね。だからそれを知ってるから山本太郎さんはこうメモを取りながら反応せずにどうぞ続けてくださいって言うわけですよ。続けてその人が言うことがなくなるまで聞いてると、その人が自分自身で自分の矛盾に気づくみたいなね、そんなオチがあるんでね、その時に山本太郎さんがいいんですよと、言いたいこと言ってもらったらいいんです、1分をあなたに与えたわけですから、なるほどね、いろんなことを感じてらっしゃるんですね、そういうふうな高い能力の方が令和新選組に入ってくれたら組織内もそして組織の外も改革してくれるんだけどなっていうふうな思いを込めてるんじゃないかなと思いました。そして山本太郎さんがね、お前はバカなんだってね、やじられたこともありましたよね。そしたら正解、そこは正解、バカだからこんなことやってるんですよ。だってね、バカじゃないとこんなことやりませんよ。疲れるし、あなたみたいに怒る人もいるしみたいなねすごく面白いやり手ですね。ああいう風にアンチの人を使って自分のファンにしていくとか、アンチの人を決して否定せずに取り込んでいくところとかね、だから全ての方に対して門を開いてるんですよね。それが山本太郎さんの大きさだと思います。安室奈美恵との関係がどうなってるのか分かりませんけども、もはやもうそんなことどうでもいいですよね。安室奈美恵との問題を解決するよりも、この日本という国の困った問題っていうのたくさんありますから、そっちの方を先に国会議員の方総出で解決してほしいなと思っております。いってらっしゃい。